ちょっと立派なのがねできるんですけど。6時35分高尾駅です。前回ね来た時は多分ね7月ぐらいだったんですよ。暑くてね。でその時は平日だったんで、僕一人で来て、で陣馬山から高尾まで縦走したんですけど、その時ねカウアマが来れなかったもんだから、年内、なんとか来ようということで、今日カウアマと二人で縦走します。それでは行ってみましょう。はい、ここから分岐します。ここはね、まっすぐ行くと、まっすぐというか登っていくと和田峠で、ここをずっと入っていくと、陣馬山の山頂になります。あれ、うわ、やばいなこれ。尾根が見えてきましたね。いやー、ここは2回目なんだけど、ずっとこういう斜面だもんね。いやー、いい運動です。いやー、綺麗だな。まだ残ってんだね。あ、そこがね和田峠との分岐ですね。はい、じゃあね、山頂あと 400m。 いやー、久しぶりだな。いいよね、なんかもみじがさ綺麗に絨毯みたいになってて、おー、見事に晴れてきた。晴れていいんだけど暑くなっちゃうんだよな。はい、陣馬山です。どうですか。はい、高尾に向かってゴー。次
次のね目的地はとりあえず明王峠ですね。やっぱり高尾重曹は冬だよね。夏はね暑くて死んじゃうけど、冬はね葉っぱが落ちて綺麗です。はい、明王峠ですね。いや混んでるね。今日はお茶屋、お茶屋はやってないの。はい、じゃあね、影信山、向かいましょう。このサポーターいいですね。7月来た時にね、やっぱりここでカメラ回してるんですけど、ここはもう一気に視界が、ね、広がって太陽がね、わーっと差してきてね、うわー気持ちいいな、でも暑いななんて言ったところですね。うわー真っ青なねブルースカイだよね、本当にこんな風になってんだ冬は。あとね、30分ぐらいで影信山だと思いますよね。今日はね薬を忘れちゃって、薬をねドーピングしようにもできないんだよね。影信山です。はい、来た。はい、晴れたね。上手だね、すごい人だね。こっちか、ここでもなめこ汁とかあるんだね。わあすごい、祭りもある。生えてるのがもう緑のものがだんだん枯れてきちゃって、はいはいはい、前来た時は、うん、あの7月に来た時は、ね、平日だったんで休みだったんですよね。そう、平日はやってないんですよ、うん、もうちょっと立派なのはねできるんですけど、念願の天ぷらが食べれますね。三角天影信小屋だね。すごい親切なね方が揚げてくれました。もう揚げたてだね。塩とか醤油適当にかけていいんですけど、僕はなんかマチュピチュの塩っていうのと、あとお醤油をかけました。あとね、これがコンビニのなんか巻き寿司を切ったやつ。
叩いてんの、うん、叩いてんの、向こうで。あ、カウママがなんか手に持ってる。あ、え、なんでわかったのなんでわかったのまあ、言ったな。しょうがねえな、そこまで言うんじゃ。ねえ、なんでわかったんだろう。お告げがあったんだよ。冷てじゃあ行きましょうか。次はね、小仏峠を通って白山に向かいます。天ぷらすごく美味しかったのは良かったんですけど、調子に乗ってねビールまで飲んじゃって、またこれも美味しかったんだけど、夏場のビールと違ってね、冬場のビールですから、ふと気づくとお腹が冷えてるんですよね。この後ね、どうなんだかちょっと不安なんだけど。はい、小仏峠でーす。いや、だいぶ遅れちゃった。神馬からね、約7キロ歩いてきました。あ、見つけた。はい、ポンポコリンさんです。ウサギもいる。あ、本当だ、ウサギも増えた。だいぶね、遅くなっちゃってんで、早いとこ白山に行きます。アンテナ君が見えてきましたね。もう白山だね。きつかったわ。白山です。冷たいジュースが飲みたいな。これが切れてましてね、禁断症状が出てましたんで、いいもん見っけましたよ。薬です、薬。まあ、せっかく白山来たんで鍋こじると思ったんですけど、なんだか入んなくてね。ほんでラムネでね、もうお腹いっぱいになっちゃいました。じゃああとは高尾だね。さあ、カウママ初の高尾重曹まであと少しですね。あ、そうだ、天狗に挨拶しないとね。はい、よっ、また来たよ。また来たよ。でもね、前回来た時はもう暑くてもでしかもね、白山でビールは飲むわ、おでんは食うわで完全に出来上がっちゃってのこっからの下山だったんで、ちょっと足がおぼつかなかったですけど、まあ、今日はねしっかりしてますよ。1本しか飲んでないしね。は
はい、じゃああと高尾まで1時間ぐらいですかね。一丁平をね過ぎたんで、あとは高尾に登り返すだけですね。いや来たね、だいぶ。頑張って。折り口に出ました。これ夏にやったカズパパすごいよ。偉いと思う、うん、すごい偉い。偉いっていうかみんなバカじゃねえって言われたけどね。じゃあ降りますか。降りよ、ね、はい、カブママ初の奥高尾縦走ですね。無事高尾山に着くことができました。はい、本日も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。カブママでした。